ジラマイナスワン。私たちはゴジラマイナスワンの VFX を担当した白組という小さなプロダクションです。ゴジラに関わったメンバーは総勢35人、ショット数は610カット、制作期間は約8ヶ月でした。これはゴジラマイナスワンのような作品を作るにはかなり少ない人数と時間だと思います。その決して潤沢ではないリソースを最大限に生かすために我々が何をしたかをお見せしたいと思います。まずチェックプロセスを極力シンプルにしました。通常 VFX の制作過程はたくさんのチェックが存在します。しかし今回は監督が VFX スーパーバイザーも兼任していたため、途中のチェックを飛ばしてアーティストと直接対話することができました。また大半のスタッフを一つのフロアに集め、ショットが出来上がるとすぐに監督がチェックするという体制を整えました。そのため無駄な待ち時間がなくなり、トライアンドエラーの回数を飛躍的に増やすことができました。潤沢ではない予算はセットの制作にも影響しました。例えばこの作品にはたくさんの軍艦が出てきますが、それら全てのセットを作るのは不可能でした。我々が用意できたのは一つの船べりだけ。そこで私たちはそれをデジタル技術で延長し変化させていきました。これら劇中に登場した全ての船はたった一つの船べりのセットを VFX で拡張することで様々な船に変えています。また大きな波で揺れる船を撮影するとき、本来ならば油圧シリンダーにセットを丸ごと乗せて撮影することが一般的ですが、我々の予算ではそれは許されませんでした。そのためクレーンの動きとキャストのアクションを組み合わせたトリック撮影をし、その素材をデジタルで延長し、まるで本当に船が揺れているかのようなショットを作り上げました。またこのセットは地面に固定されていますが、カメラを移動させることでまるで動いているかのような素材を撮影し、止まったままの港の素材と組み合わせることで動いている船のように見せることにも成功しています。あるいは蝶子蓋をつけた最低限の床面を傾け、周りを CGI で拡張することで崩壊するビルの屋上や大きく傾く船の甲板を表現しました。飛行機のセットもスタッフの中の力自慢の男たちによって人力で動かした素材とデジタルで作られた素材を組み合わせることで、あたかも飛行しているかのようなショットを作り上げています。このように古典的なトリック撮影と最新のデジタル技術を組み合わせることで、さまざまなカットが作り上げられているのがゴジラマイナスワンの VFX ショットの特徴といえるでしょう。また当時の銀座の街を表現するのも困難を極めました。既存のオープンセットは当時の銀座の街と整合性がないため、撮影はわずかなセットと地面のみで行われ、ビルディングはデジタルで再現されました。広大な駐車場に最低限のセットを作ってもらい、足りない部分は全て CGI で埋めていくという方法で、あの時代の銀座をスクリーンによみがえらせることに成功しました。そしてゴジラ、今回のゴジラはできるだけカメラに近くに寄ることで、この巨大感、恐ろしさを観客の皆さんに体感してもらうことが目標でした。そのためカメラがどこに近づいても大丈夫なように凄まじい情報量が盛り込まれており、付属ポリゴンのデータと大量のマッピング素材でゴジラは出来上がっています。水の表現も今回は大きな課題でした。例えばこのショットのように前に本物の船の航跡がある場合、それと雰囲気を揃えるためには大掛かりなシミュレーションが必要になります。数秒のカットのためにお寺ほどのデータを使ったショットもあるほど、このデータ量は膨大なものになりました。
このように様々な工夫を凝らすことで、ゴジラマイナス1の VFX は作り上げています。古典的な手法がデジタルと組み合わさることで可能性を広げること、そこには手作りの温かさが自然と備わっていたのではないかと感じています。ご視聴ありがとうございました。